はい、今回は、中古のマルシン工業の、モデルガンを、買ってしまっただけの動画です。完成品か、組み立てキットなのか、未発火品なのか、などなど、ほぼわかりませんが、6000円でした。ちゃんとしてるっぽいけど、かなりギシギシいってますね。マガジンの外装は、結構錆びていました。まあ、気軽に発火させるように買ったので、錆でも問題ないんですけどね。と思ったら、かなり綺麗ですね、嬉しいな。ギシギシなのは、全くオイルを差していないっぽいのが、原因ですね。ベレッタの、モデル92の仲間で、ドルフィン以外であれば、どれでも良かったので、お値段優先で飛びつきました。箱も何にもいらないけど、カートリッジは必要ですね。マガジンとカートリッジの汚れ具合で、発火してあるものだと思ったのですが、スライドのレールもバレルもデトネーターも、かなり綺麗ですね。ただ、真鍮の粉々がたくさんまぶされているので、もっぱら手動で歪強させて、遊んでいたみたいです。マガジンは、外装の錆とは裏腹に、錆一つないスプリングです。発火させると、スプリングは真っ先に錆びてしまうのですが、いよいよ新製の未発火品みたいですね。ただ、マガジンリップにはかなり叩いた跡があって、スムーズな装填にこだわっていた感じです。そこは大切ですね。結局は、大部分を分解して、グリスを塗っていくことにしました。発火させなければ、油が切れても錆びないんだなと、感心しました。これを使って、何をしたいのかというと、キャップ火薬を、2つ使って発火させてみたいなと、そういう狙いです。ドルフィンを持っているんですが、スライドが大きく開いた形状のが、ベレッタっぽいですしね。ブリガーディアスライドだから、きっと丈夫ですよ。一応、ダブルキャップカートリッジも、準備しときました。以上、おしまいです。